牧場、恋愛、そんなの知るか。ノードのクズ RTA、始まるよ。もう計測始まってる。まず、このカテゴリについて、Any%とは、達成率を問わない、という意味です。つまり、クリアさえすればどのような手順でも構わない、ということですね。計測範囲は、初めからでファイルを選んで、はい、を選んだ瞬間から、ラスボスに最後のダメージを与えた瞬間までです。ハードは Wii U、コントローラはリモコンプラスヌンチャクを使用しています。主人公は、行方不明になった恩人の女の子を探し、この村、トランルピア、に来ました。ここで名前入力、今回はガチのマジなので、名前はデフォルトの、ラグナ、でいきます。今日はもう遅いので、教会に泊めてもらうことになりましたとさ、宿屋とは一体。うごごご。次の日になりました。んじゃ、早速捜索再開しましょ。おはようございます。あら。なんか普通に見つかりました。彼女がラグナ君の恩人、ミストさんです。ここの選択肢は、下を選んだ方が早いです。一緒に帰るように言いますが、誰かに呼ばれてるような気がするからと、帰る気はないみたいです。それどころか、ラグナ君がこの村に住むことにされちゃいました。ああもうめちゃくちゃだよ。んじゃ、新しい家に向かいましょ。あと、シスターステラがなんか用があるんだって。んじゃ、後でまた教会行きましょ。この時点ではまだゲーム内時間が進んでいないので、無駄な動きをせずまっすぐイベントエリアへ行きましょう。これはクジラ島、トランルピア村の上空に浮いている島で、ダンジョンの一つです。今日中に突入します。これがラグナ君の家と畑です。畑に名前を付けたら、ジョウロとクワとカブの種をくれました。カブよこせってことですね、これは。まあ、一個しかあげないんですけどね。じゃ、ここから捜査開始。まずは畑を見渡して、雑草以外のアイテムを6つ回収しましょう。できれば同アイテムに4つ集められると後々短縮できます。今回は木草、赤草、タケノコを2個ずつ集められそうです。開始時の畑の状況は毎回ランダムなので、作物が6つ落ちていないこともありますが、リカバリは可能です。4つの場合は10秒ロス、2つの場合は20秒ロスになりますがね。2つ未満の場合は1分強ロスするので諦めてリセしましょう。自分は4つ未満ならリセットとしていました。ところで、さっき作物を2つずつ拾えてないですね。記憶力がもう？ダメダメだよ。じゃ、さっき拾ったアイテムを手に持って、ステラさんに会いに行きましょう。先ほど作物を拾ったのは、住民へのプレゼントのためです。住民にプレゼントを渡すと、仲良し度が上がります。一部の住民は、仲良し度を一定まで上げると、農具やレシピをもらうことができます。初日にアイテムをもらうにはプレゼントが2つ必要で、本チャートでは3人からアイテムをもらう必要があるので、作物を6つ回収する必要があったわけですね。2つずつ回収しなかったので、アイテムをポーチから出す回数が増え、4秒のロスになってしまいました。誤差だな。というわけで、ステラさんの仲良し度を上げたので、ボロの斧をもらいました。そしてステラさんの用事は、タケノコを宿屋の主人のターナーさんに渡してきてほしいとのことでした。というわけでお使い開始、倍速でいいな。お客様ですか？ヒロインの一人、宿屋の娘、
ユウミです。本 RTA では特に出番はないです。一度2階に行って戻ると、フロントにターナーさんが出現するので、一度話しかけてからタケノコを渡しましょう。すると今度は鍛冶屋のガネーシャさんを呼んできてほしいそうです。しょうがねえなー。鍛冶屋のガネーシャさん、ハーフエルフで一児の母です。彼女からは農具のレシピをもらうことができるので、ステラさんと同じようにアイテムを2つ渡しましょう。これ以降もう出番はないです。さよならー。今度は雑貨屋のダニーに付けを返してほしいとのこと。なんでもや、ダニーの店主、ダニーです。なんでもというほど商品はありますか？当然もう出番はありません。やめちまえこんな店。次でお使い最後、エリックにことづてを頼まれました。南地区に行きましょう。農業お兄さん、エリックです。種や作物を売ってくれます。仲良し度を上げると、ボロの釜をくれます。彼は今後ももうちょっとだけ出番があります。よし、お使い終了。帰って農業だ。リターンという魔法で自宅前に帰ることもできますが、それだと若干ゲーム内時間が止まってしまいます。今日は午後6時まで時間を潰す必要があるので、徒歩で自宅前に戻りましょう。徒歩歩。できるだけ家の入り口に近い位置に 3×3 の畑を作りましょう。雑草は一度抜けば、その場に置いても耕せるようになります。武器や農具、鍛冶場などを使用すると、HP の下の青いゲージ、RP を消費します。RP が0の状態でツールを使用すると、代わりに HP が減るので、使いすぎて倒れないように気をつけよう。最後に水やりましょ。はい、農業終わり。時計台へ向かいましょ。時計台の前に行くと、ステラさんからこの時計台はとても前からあったことを教えてもらえます。まあ、そんなことより、近くにある目に水をあげて、クジラ島の入り口を作りましょ。というわけで最初のダンジョン、クジラ島です。クジラ島には、ルーンの影響により、心が宿っています。そのクジラ島曰く、最近、クジラ島を浮遊させているルーンが減少し、このままでは村に落下してしまうとのこと。しょうがないので原因の究明を手伝ってあげましょ。あと石板が何かの役に立つかもだから調べてみろとのこと。調べたところ、12個のオーブのようなものがどこかへ飛んでいっちゃいました。まあほっといて洞窟行きまろ。洞窟表層です。ここからモンスターが出てきます。まずは安い布を1枚ゴブリンからもらいます。もらうまでの間暇なので、レベリングについて、倍速かけますね。モンスターを倒した時に得られる経験値は、基本そのモンスターのレベル ×10 です。敵よりレベルが2以上高いと最低で1割まで経験値が減少しますが、今回は自分より弱いモンスターを倒さないので割愛します。このゲームはレベルアップ時に HPRP を全回復するので、ボス戦でレベルアップできれば戦闘が楽になります。このチャートではそのレベルアップ回復を有効活用していきます。そのため、ラスボスまで倒す敵を固定しています。ここではゴブリンを偶数体狩り、レベルが1上がったら、アリを7体まで狩るようにしています。今回は布の出が遅いので、狩れるアリの数が減ってしまいました。そういう場合は、ゴブリン2匹であり1匹分とカウントします。やっと出たよ。遅いんだよ。アリからもらいたいものもあるんだから、おとなしく出してくれよなぁ。アリからは、虫の皮2つと昆虫の顎1つをもらいます。
両方ともドロップ率 20% だからちょっときついかな。お、出た出た、偉いぞー。まだアリを狩る機会はあるので、ここで集まらなくても問題ありません。昆虫のアゴは、高レベル装備用の素材が出なかった時の保険でしかないので、最悪でなくても問題ありません。なんだかんだ皮もアゴも欲しかった分出ましたね、有能。さらに奥に進んだところ、先客がいました。前の町の知り合い、風呂屋のメロディです。この先に温泉がありそうだから、ハンマーで岩壊してとのこと。やったー！温泉が湧いたよ！このお湯を使って村で風呂屋を開くそうです。まあ、一回も入らないんですけどね。じゃ、もらったハンマーで鉄を回収しに行きましょ。まずはこのエリアから回っていきます。鉄は4つ必要ですが、ここの鉱石だけで集まればエリア移動のロードが減り、約10秒の短縮になります。今回は2個でした。まあこんなもんです。4個出ることなんてそうないんで、出たらラッキー程度ですね。鉄は最終的に8個必要になりますが、ここでは4個までしか回収しません。後に高レベル鉄が必要になるためです。普段はここから左側の鉱石も取りに行っているんですが、布のドロップが遅く、時間が危ないので断念。鉄4個を回収できても、鉱石からは宝石がドロップすることもあるので、余裕があれば全て壊すようにしています。ここで銅を1つ回収、でなくても後に確定ドロップするので、多少ロスにはなりますが問題ありません。午後6時になると、この先のエリアでイベントが発生するので、急いで向かいましょう。この柱の横にムービーのトリガーがあります。段差を目印にすると覚えやすいです。午後6時より前に柱の横を通ると、一度エリアをリロードしないとイベントが発生しなくなってしまうので注意。そこには、鼻に水をあげてる女の子がいました。声をかけてみましたが、聞こえなかったみたいですね。じゃ、今日はもう帰って寝ましょ。寝る時ですが、ベッドを変な位置からチェックすると、ラグナ君が旋回したり無駄に歩いたりしてしまうので、ど真ん中、少し離れ目でチェックするようにしましょう。今回は上手に寝ることができました。次の日、朝っぱらから来客です。うるさいんじゃい？引っ越したんならちゃんと申請してくれないと困るじゃない。すみません。この RTA の重要人物、郵便屋のアネットです。毎朝手紙を配達しに来てくれます。じゃ、早速玄関でおのすぶりしましょ。44回振ります。 RP を使い切ってから4回と数えると覚えやすいです。振り終わったら株に水やってぶっ倒れましょ。2回水やり失敗すると、9マス負けなくなってしまいます。もう、そうなったら薬草など拾って回復しましょう。水やりより先に斧を振ることによって、アイテム選択回数が減り若干の短縮になります。HP が0になり倒れると、教会の医務室に運ばれ、次の日の午前10時になります。そして、75% の確率で風邪を引きます。風邪になると消費 RP が3倍になります。今日もぶっ倒れたいので、風邪を引けると約20秒短縮になります。風邪が引けなかった場合は、リセットとしていました。10秒は許せるけど20秒は許せない？許せなくない？ミストさんは、4日になると風邪を引いてしまうので、お見舞いに行ってあげましょう。ミストさんは風邪は移すと治るとか言ってますが、ラグナ君も風邪を引いてるんだよなー。
じゃ、このままぶっ倒れて、風邪ひき同士仲良くおねんねしましょ。今日は、ミストさんの様子を見に行ってから納涼します。ミストさんはもうすっかり良くなっている模様。なんかミストさんの見ている夢をラグナ君にも見せてくれるらしいっすよ。じゃ、今日はもう寝て、その夢を見ましょ。助けて。助けて。なんだこの夢は。寝覚めが悪くなっちゃう。いつものように外に出たラグナ君でしたが、なんだか体調が悪く、倒れてしまいました。そりゃ毎日風邪ひいたままぶっ倒れてたらそうなりますわ。幸いにも通りすがりのナースに助けてもらえました。あら？さっきのナースは、前の町の知り合い、ラックスさんでした。無茶するなと怒られましたが、これからもぶっ倒れます。そんなことより、今日は育てていた株の収穫日です。急いで収穫しましょう。収穫完了。もう今後一切畑は使いません。じゃ、南地区で、白い花を目印に立ち位置を調整。35分までおのすぶりしましょ。じゃ、収穫した株をすべて出して。39分にアネットと接触する直前に株をしまう。こうすることで、手に持っていたアイテムを2倍に増殖することができます。これをあと3回やって、144個まで株を増殖します。自宅前では、55分まで素振りをします。立ち位置は、奥の草の左端をラグナ君の頭に合わせ、道の真ん中に立つように合わせます。自宅前は58分頃、アネットが来ます。アネットに押してもらい、アイテムをしまいながらエリア移動をすると、アイテムをしまう動作はキャンセルされ、手に持ったままになりますが、B を押した時点でポーチにアイテムがしまわれているので、アイテムが2倍になります。ここは、手前の壁にくっつき、真ん中の草に隠れるくらいの位置に調整し、16分まで素振り、20分にしまいます。アネットを使ったアイテム増殖は、アネットが来る時間を覚えれば、そこまで難しくありませんが、ミスしてしまった場合は、別の日に南地区の増殖を余分にやることになるので、約40秒のロスになります。なのでミスしてしまったら基本的にはリセットですね。教会前では、この通路の奥に落ちている一番左のブロックの左端に、ラグナ君の右肩を合わせ、Z を押しながら2歩手前に下がって位置調整します。そして50分まで素振り、54分にしまいます。これで増殖一旦終了。じゃ、リターンして増殖した株を売りましょう。畑の横にある出荷箱に株を31個ぶち込んでやるぜ。出荷箱に入れ終わったら、斧で畑の枝を10本折って、そのままぶっ倒れましょう。ぶっ倒れて1日を終えることは、おはようラキスを略して、おはらき、と呼ばれています。おはらきすると、住民の活動時間に合わせて1日を始められるので、RTA では重宝します。昨日おはらきしたのは、祝日午前9時にみんなの広場に現れる、行商人にすぐ会うためです。普通に寝ると、午前6時起きなので、3分待ち時間が発生してしまいます。絵描きのルート君です。絵だけでは食べられないので、行商人をやってます。火事場と毛糸メーカーを売ってもらいましょう。以前はキッチンを買って、タケノコご飯を作っていましたが、なくてもいけたので、カットするようにしました。じゃ、今日はもう帰って寝ましょう。
今日は、早速火事場を使って農具を強化します。まずはアイアンハンマー、これでスペシャルアタックができるようになります。次は鉄の釜、次のダンジョンでのメイン武器です。短くて見づらいですが、ゲージの緑色のところで止めると大成功になります。火事で大成功すると、レベルがプラス1され、消費 RP が少し減ります。ハンマーはおはらぴに使うので、大成功にしないようにしましょう。外に出ると、女の子が倒れていました。ラティスさんを呼んで医務室に連れて行きました。この子もヒロインの一人で、セルフィです。一週間断食だったので、ラティスさんに怒られてしまいました。今日はもうやることはないので、スペシャルアタックでお祓いしましょ。病人の横で暴れる人間のクズ。スペシャルアタックとは、RP を2倍消費してできる、強力な攻撃です。採掘などで高レベルのものが出るようにもなります。今日はダンジョン攻略があるので、ラティスさんから、マヒロン1つ、風邪薬3つを買います。アイテムを10個未満買うときは、数字をいじって買うより、A と C を交互に押して1個ずつ買う方が早い気がします。次は時計台へ行きます。ここの開口に行くとイベントが発生します。魔法学者のカンロジーです。7日に引っ越してきました。孫娘を迎えに行ってほしいそうです。しょうがねえなぁ。ただ。ごめんなさい。大丈夫ですか？彼女らがカンロジーの孫娘、姉がドロップ。妹がキャンディです。キャンディは何度か出番がありますが、ドロップは最後の方まで出番ありません。再度カンロジーに話しかけると、見どころがあると言って、弟子にしてくれます。まず安い布を持ってきてとのこと。初日に取った安い布を渡しましょう。ここでついでにマヒロンと風邪薬をカスタム登録しましょう。報酬としてファイアロッドをもらいました。まだ使いませんが、後で使います。二回兵器、キャンディに話しかけると精霊歌を歌ってもらえます。もう一度話しかけ、ルーンワンダーのことを聞くと、ルーニーを集めるための収穫機をくれます。ルーニーとはこの村に存在する精霊みたいなものです。集めて渡すと、キャンディが奇跡を起こしてくれます。早速収穫機で、黄色の、ルーニーツリーを10匹集めます。ルーニーは作物の成長に影響します。食物連鎖し、ほっとくと絶滅し、成長が遅くなりますが、今後農業は一切しないので、勝手に滅んでどうぞ。セルフィは退院し、図書館に住み着き、本を売り始めました。公共物を売るのやめきくりー。しょうがないので、武器、防具のレシピを購入しましょ。購入したら海岸に向かいます。海岸に行く前に、ミストさんに株を1個あげてから話しかけます。すると、伸びた雑草を枯れとの命が、なんで？しょうがないので借りましょ。地主の命令は絶対だからね。この位置で真下に刈ると、下方向に2つ刈れます。なんと雑草に紛れてダンジョンの入り口がありました。今はまだ入りませんが、発見しておきましょう。え、残りの雑草あって？なんで全部刈る必要があるんですか？12時になると、キャンディが海岸に現れるので、先ほど集めたルーニーツリーを渡して、ルーンストーンツリーにしてもらいましょう。後で使います。んじゃ、さっきのダンジョン、行くぞー。あれ？雑草がなくなってますね。ミストさんが自分で買ったのかな？というわけで若草の遺跡です。まずは道中にいるアントを残らず殲滅していきます。ここのツタは、手前で壊すことで、湧きタイミングを調整しています。
でスペシャルアタックするときは、右半身を接触させると、複数ヒットしやすくなります。覚えておきましょう。若草ではスペシャルアタックで鉄を4つ回収していきます。レベル4以上の鉄が出るようお祈りしましょう。鉄は最後に余らせたくないので、4つ以上は取らないようにします。ジェ、アント狩り再開。この手前のアントは、背の小ささから、最速で攻撃すると鎌の芯が当たらず、通常攻撃の当たりになりやすいです。攻撃を出させてからカウンターすると、うまく芯を当てられると思います。功績ポイントその2、さっき2つ取ったので、あと2つですね。うん、美味しい。じゃ、2つだけ取って先に進みましょ。倍速。神回です。この回は特に何もないので、駆け抜けるだけです。が、麻痺属性持ちのスプリングにだけ注意、ここではスライムの攻撃を受け、無敵時間で突破します。麻痺になると、歩行速度が1分間大幅に低下してしまうので、大ダメージです。この先のスプリングは先制攻撃で倒しますが、時々謎回避され、カウンター麻痺されることがあります。そのための麻痺論。じゃ、次の回行きましょ。地下3階です。今後、レベルが9以上でないといけない場面があるので、ここで12匹分ホーネットを借ります。ついでに昆虫の顎のドロップをお祈りします。1日目の昆虫の顎は、ここで出なかった時用の保険ですね。ホーネットはレベル5の昆虫の顎を落とすので、拾えれば最終装備の防御力が12上昇します。今回は6匹以内でドロップしたので、82匹ではなく、86匹プラス、82匹プラスゲート、かける2でいきます。こうした方が脇の待ち時間が減り、若干早いです。じゃ、次は蓋前のホーネットをゲートごと借ります。で、もう駆け抜けるだけなので倍速。さあ着きました。最深部でかいドアを開いてボス戦行くぞー。若草の遺跡のボス、ニワトリグリフォンです。突進を誘ってその隙に攻撃します。開幕少し下がって、突進を壁にぶつけられるようにします。運が悪いと壁にぶつかってくれませんか。どうなるか。いいぞこれ、こうなってしまえばもう勝利確定です。お尻にスペシャルアタックを耳当てしてやりましょう。今回はうまくいきましたが、壁ドンしてくれないと結構面倒なことになりがちです。じゃ、ドロップした鳥の羽、魚鳥のトサカ、鋭い爪をいただいて帰りましょう。運が良ければエメラルドがドロップするのですが、今回はダメでした。代わりにサファイアが出ましたが、サファイアで作れる防具は、他の宝石と比べ微妙です。今後確率でルビーが出る場面があるので、そこで出なかった時の保険に拾っておきます。さて今日は兜さっき拾ったトサカを増殖するだけです。倍速でいいな。兜99個を2回。漁長のトサカを2回増殖します。住民が増えたことによって、一部アネットが来る時間が変わっているので注意。海岸へ続く道は、7時20分だったのが7時15分、境界地区は、7時54分だったのが8時になっています。増殖が終わったら家具を全部売って今日はもう寝ましょ。今日は若草で入手したアイテムを使って装備を新調します。まずはクラフトでペンダント、安物の腕輪、銅の腕輪を作ります。こういったアイテム合成では完成後のレベルは、素材の最低レベルに合わせられます。クラフトではレベルが1上がるごとに、防御力がプラス4されます。
次は鍛冶で、丈夫なくは、ブリキのじょうろ、薪割りの斧、バトルアックス、トマホークを作ります。薪割りの斧は、作成しても一切使いませんが、鍛冶レベル上げのために作成します。トマホークは作成に必要なスキルレベルは27です。レシピがあれば必要スキルレベルがマイナス20されるので、実質必要スキルレベルは7です。が、必要なアイテムのみを作った場合、鍛冶レベルは6までしか上がりません。だから、作成する必要があったんですね。最後にトマホークを作って鍛冶はおしまいです。はい、最終武器完成。最低ランクの鍛冶場で作れる武器の中では、2番目の攻撃力を誇ります。じゃ、お腹ぴして今回はおしまい。ご視聴、ありがとうございました。